まずラッキートリガーにポイントさせます。スタンチ保ってもらってる間にですね、エルザをですね用意してバッキングさせます。見に帰ってる。待てよ。待てよ。早めに行ったよな。グッドボーイ。撮ったかな。なんとここで見えるんか。エルザのバッキング本能開花は完璧です。あとはベンチワーク訓練でポイントと同じように手名まで絶対に動かないよう教える訓練を行うことでバッキング訓練は完成です。秋のトライアルシーズンまでに待て動くなという訓練を完成させます。一般には待て動くなの訓練コマンドは WO を使っていますが、私は若き日の警察犬訓練で使っていた HAP を使います。